まで。はい、皆さん、こんばんは。こんばんは。今日も始まりました。生配信番組、今夜もブレイクを。さあ、ご案内、ご案内じゃない、ご挨拶しますよ。せーの、おかっぱメイクとシネマズです。さあ、今月末まではシネマズで行きますんでね。で、来月からはおかっぱメイクとメガネズになりますんで。はい、あれ額縁どこ行ったの？あっちか、飾ってある。額縁持ってきます。おかっぱメイクとメガネズにね、5月1日から新元号とともに変わりますので、ぜひね、おかっぱメイクとメガネズ、ね、まだね、あ、逆だこれ。あ、ほんとだ。もう映したから分かったけど、左右反転いつも忘れんだよね。5月1日からおかっぱみゆきとメガネズになりますのでよろしくお願いしますね。さあシェルさん、なんかね、私前の配信から変わったところあるじゃないですか。あ、あ、なになに、いつもとメイクが違う。何でしょ、まず言ってしょ、まさと前髪をね、切りすぎちゃったの。そう、切りすぎたのね。切りすぎたよこれ。本当はさ、眉毛隠すぐらいのつもりでさ、切ったんだけど、そう、前髪ってしょぼちゃんも言ってくれてる。そう、なんかさ、すごいでしょ、めっちゃ切っちゃった。お風呂でさ、切ったんだけど。いいじゃん、それぐらいで。本当、うん、かわいいと思います。あの、あれみたい、なんだっけ、クラムボンのボーカル。あー、はい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 。ラン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 、うん、ラン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 。ねえ、すごい切りすぎちゃって。いや、似合ってますよ。なんか中学生以来こんなに来たの。似合ってますよね、ほんと。ねえ、カツラみたいな髪を言うけど、でもなんか眉毛がそうやって出てる方がさ、うん、こう表情がわかるね。なるほどね、ポジティブ宣言。そう、明るい感じだよね、ポジティブ宣言。まあ髪の毛伸びるしね、シェードさんはなんでそんなポジティブなのかな、素晴らしいね。ねえ、髪の毛伸びるしね。そうだよ、落ち込むことはない。落ち込んでないけどねえ、アバーボロさん、はい、ありがとう、見てくれて。センキュー。ありがとうございます。さあ、ということでですね、4月の後半の、あれ、後半、まあ前半だ、4月、まあ真ん中に差し掛かるぐらいですね。今日何、9日か、全然前半じゃん、うん、4月も頑張っていきましょうね、シェルさん。よろしょ、皆さん、お花見はされましたか。お花見しましたね、一緒にしたもんね2回ぐらいしたね、お花見。この間の日曜日にお花見したんだよね、はい、我々は。しましたね、お友達と歌仲間とね、うん、やったんですけど、あ、ちょうどね、あの、お花見一緒にした人が見てくれてる。ありがとうございます。こんばんは、トミー、うん、僕はあの、混ぜてもらいまして、うん、そうそう、歌仲間、歌仲間じゃない、歌仲間じゃないって言ったらあれだけど、うん、音楽ね、うん、そう、混ぜてもらいました。楽しかったね、お花見。楽しかったね、すごいね、あの川沿いにね、桜がむっちゃ綺麗に咲いてるとこをね、見つけて。桜吹雪がすごかったですね。そうだよ、桜吹雪といえば、はい、ひらめく曲は何ですか、思いつく曲。桜吹雪、うん、桜色舞う頃。あー、なるほどね。なんだっけ、歌詞、私は一人だっけ。そうだ、中島美嘉さんが中島美嘉さんの桜色舞う頃。桜色舞う頃、私は一人なんだよね。その前に雪の花でね、今年最初の雪の花を二人寄り添ってって言ってるけどね、一冬の恋だった、一冬の恋でね、私はね、桜ひらひら舞い降りて落ちてかな、はいはい、うん、生き物係ですね、神奈川県のね、この辺のね、はい、バンド、バンド、うん、ユニットですけどね、我々も生き物係みたいにね正統派。いやー、どうだろう、正統派、まあ正統派っちゃ、音楽は正統派だよね。まあ音楽、音もね、私の人生の中でもう唯一真面目に取り組んでることだからね、音楽。まあいいんじゃないですかね。ね、うん、音楽すごい真面目にやってます。はい、でね、そんな私たちのね、アルバム今制作中です。でね、うん、今週土曜日にやっとボーカルレコーディングに。お。おって自分がやるんでしょ。ね、あのシェルくエンジニアでレコーディングね、はい、やってくれますので、私がそれを歌いますので、ね、地道に作っておりますんでね、今年中に発売することを目標にしてます。したい ね、したい、今すぐしたい。結構ね、ベースのレコーディング半分ぐらい終わって、おでギターとかも録音するんですけど、うんうん、ちょっと時間かけすぎちゃってもなーと思ってて。あ、なるほどね。ある程度のところでね、よしとしないとね。ある程度の場所でこう、まあ、見切りをつけるっていう言い方はあれですけど、うんうん、デモを作った時に弾いたギターも自分でやってて、うんうんうん、そのギターのテイクっていうか、その録音したデータそのまま使えそうだったら、ああ、
うまいことね、そのまま使ったりしてちょっとやっていこうかなと思ってますけど、持ち札をねうまく使うのもね、コツですから、はい、今あるものを生かすっていうのもね、重要ですけどね。そんな感じで ね、楽しみ、私も楽しみで、この間はねちょっとね、はい、私YouTube に上げる用の歌ってみた動画のレコーディングをねしました。あー、確かそう、夢ならばどれほど良かったでしょう、レモンとね、はい、誰かを通して何かを通す to you 撮りました。そうですね、その近々、公開される予定でございますので、はい、そちらもお楽しみにということで、ね、歌ってみた動画は楽しみですね。ねえ、初の試みね、初めてだもん ね、毎回ここでカバーソングをやってるけど、うん、歌ってみた動画としてやるのは初めてなんで、うん、私も楽しみ。はい。ということで、じゃあカバーソングいくか。はい。ね、さっき春ソングでね、いろいろね、生き物係とか中島美香さんとか出ましたけどね。あとね、あれ、桜、桜、今咲き誇る、はいはい、森山直太朗さんもそうだよね。小屋島さん見てくれてありがとう、見てますってコメントくれた、センキュー。皆さんぜひね、もう気軽にコメント欄にコメント、書いてくださいね。こんな感じで読ませていただきます。いいねもお待ちしておりますし、こんな曲歌ってみてほしいなっていう、リクエスト曲もお待ちしております。アーティスト名と曲名をコメント欄に書いてくださいね。よろしくお願いします。そういえばね、 YouTube の方にも私たちのこの動画そのまんまバックナンバーとして上がってるんですけど、そっちにね、あなただけ見つめてるのをリクエストしましたよ。あなただけ見つめてる、 YouTube から初のリクエスト曲、嬉しい、ね、やらないとね、これ ね出会った日から今でもずっと、誰の曲だったっけ、大黒摩季さん。あ、そうだ、それやりたいしね。そうだね、YouTube ね、候補に入れよう。嬉しいな、そうなんだ よ、見てくれてたみたいで、毎週ありがとうございます、やっていこうね、ということで、じゃあ1曲カバーソングお届けしたいと思います。シェル君、曲名をご紹介してください。それでは聴いてください。ヒステリックブルーの春スプリングです。春スプリングってさ、何、ハロハロだよね、あれだよ、あれと一緒だよ、あれと一緒、なんだっけ、つい話してしまった、なんだっけ、エキセントリック少年ボーイみたいなもんだよ。なるほど、いきまーす、はい。さあ、春ソングということで、ヒステリックブルーの春スプリングを岡川のシネマズバージョンで、生演奏をしてみたいと思います。同じ視点で見て
ょうか。私はね、高校生の時ぐらいの曲なので、多分20年近く前の曲なんじゃないかな。歌いながら楽しかったです。聞いてくれてどうもありがとう。どうもー、センキュー、ありがとう。めっちゃ懐かしかったね、これ。懐かしい。ねえ、あのさ、もうまさにさ、我々世代ってさ、高校生の時にさ、バンドをやり始めるじゃん。そうなんだよ。そうね。そうなんですよ、この曲はね。うん。あれ、高2ぐ、俺、あれ今何年生ぐらいの時って言ったっけ？高2、高3ぐらいだよね。そう、ちょうどあの、ベースを弾き始めた頃なんですよ、ね。あら、そうなの？あのね、うん、ヒステリックブルーがデビューして、はい、ちょうど同年代ぐらいだった確か。そうだね。で、大阪から路上ライブやってて出てきたみたいな感じでバンドでデビューして。路上からだったんだ。確かね、なんか大阪城の近くのところで路上をやってて有名になったとかっていう。大阪の方なの？大阪の人たちだった気がする。そうなんだ。で、この曲で売れて、なぜっていう曲があって、なぜ見つめる花が。その次の曲が、うん、曲名忘れちゃったな。何？すごいあの明るいポップな曲で、それをねベースでコピーしたの覚えてます、僕。シングル曲？シングル。覚えてないな。その時ね、あの高校3年生で、うんうん、あの受験で、はい、高3の時で学校の登校日数少なかったの、すごい。ああ、なるほどね。そうで、その時に俺は、うん、高校の先生によくしてもらって、進学がちょっと早めに決まったのよ。推薦だったから。うん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 、で、学校休みだし、進学決まったし、うん、これはもうやりたいことやりたい方だなっつって、家でずっとベース弾いてた、俺一人で。そうだよね。あの、限られたあの日ね、もう好きなこと、最後にね、もう大学行ったらね、もうね、できないかもしれないけど、高校生活ね、残り生活ね。で、ベース弾いた時に、うん、コピーしたのがヒステリックブルーだった。そうなんだ。懐かしいな。でも曲名は思い出せない。思い出せない。普通初めて弾いた曲とか覚えてるようなもんだね。覚えてないな。その当時ね、いろいろコピーしたから、うんうんうん、一人でね、バンドやってなかったから。あ、壊れるほど愛してももうその頃やったんですか。壊れるほど愛してもはね、やってないんですよ。やってないの。そう。他にどんな曲やったの？他にやってたのは、よく覚えてるのは、ディシェイドっていうバンドがその頃、あ、聞いたことある。メジャーデビューしてて、うんうん、そのディシェイドっていうバンドのデビューシングルと、ビリーブだったかな。へー。あと2枚目のエンドレスラブ、と3枚目のトゥルースっていうのはコピーした。全然わかんないや。あとはもうね、シャムシェイドのさ、話止まりました。シャムシェイドの、いいよ。バンドアルバムのバンドスコアって出てて、当時あるね、バンドスコア買ったわ。バンドスコアでも1曲だけじゃなくって、アルバムに収録されてる曲が全部網羅してるやつがあって、で中にはメンバーの曲解説も載ってる。めっちゃ熱いじゃん、ファンとしては欲しいね。 それね。それを買って1曲目から全部コピーした、1人で。そうなんだ。1人でバンドじゃなくて。バンドじゃなくて。が今のシェードになってるわけだから。まあそうね。ね、大事ですよ。その最初のね、初めの一歩は大事です。はい。そんな感じでしたね。じゃあ高校生でバンドやってるってなったらさ、うん、やっぱね、このさ、あの今日歌ったね、春スプリングにも出てくるけどさ、はい、こういう夢だしもう一度かけたいとかさ、はい、同じ夢を夢見てたあなた。想定連れ走った、はい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 、バンドで頑張ろうぜみたいな感じの ね、ちょっとね、そういう感じするよね。やっぱそんな感じはなかったの、高校生でバンドベースを始めて。まあ一人だったからぜひ練習したのは。そんな話します。バンドで頑張っていこうぜみたいな。ちょっと悲しくなるけど。じゃあやめとこう。おい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 。悲しくはないんだけど。喋った、うんうん、じゃあ3分だけ話そうかな。いいよ、測ろうか。話します、はい、3分、はい、バンドは一応組んだんすよ。そう、あのただギターを初めて触ったのが高校2年生の時で、軽音楽部には入らなかったの、うん、で軽音楽部で上手いとされているバンド当時、はい、がいて、そのバンドのギター弾いてるやつが、うん、まあゆくゆくボーカルになったんだけど、おー、
が同じクラスで結構一緒にいたのね。でそういうやつらがいるから俺はなかなかバンドバンドっていう感じでガツガツいけないな。はいはいはい、ちょっとシャッシャに構えてたの。引っ込み思案だった。そっちか、引っ込み思案だった。なるほど、そっちよかった、心が清らかでよかった。ただほんでほんで地元が同じ駅で一緒に学校行くやつらも一緒にギター始めたりしてて、じゃあ俺ドラムやるよとかって言い始めたやつもいて、お調子者がボーカルやるとかって言ってて、お調子者がとかって言ってあと1分で、あと1分、はい、バッと組んだんですけど、文化祭出てみようよ、応募してみようよって言ったら、1人俺そういうのいいやってやめちゃって、あらそのままじゃあバンドなしってなって空中文化やーわーで、一人ぼっちになったっていう。それが高3の頭ぐらいかな、高2の終わりぐらい。そっか、そういうね過去もあったのね。進学する、これはいろいろな方に助けていただいて進学することになったんですけど、大学生になったらバンドやろうと思って、そのためにはベース頑張って練習しようと思って。なるほどね、大学生活のためにも練習したんだそう、なるほどね。そんな感じでした。ちゃんと身になってるからいいじゃない。まあそうですね、昔のシェード、はい、グッジョブ。何面白い要素あった。いや確かに、でも昔の自分に会ったら、もっとこうしとけって言いたい。何をしてみたい。独学だったからさ、はい、やっぱ習いに行っとけばよかったなっていうのはある。それなんだけど、はい、私さ、なんすか、なんすか、ボーカルレッスンほとんど行ったことなくて、はい、でね、はいはい、名古屋でちょっと軽く行ったのと、はい、こっちに来てからちょっと最初は習った方がいいかなと思って、あ、マジで行ったことあったんだよ。そんな話聞いた気もするな。東京都町田市のね、町田駅の近くでね、いろいろレッスン探したのよ、はい、でもね、体験で行くじゃん、うん、え、習わなくても大丈夫ですみたいな感じで言われてるの。あー、はいはいはい、え、言ったら習いたくて行ってるわけだから、はいはいはい、カモじゃん、カモってか、お金払ってくれる人なわけじゃん。まあね、自分の生徒になるかもしれないから、はい、そう、そっからお客さんになるかもしれないのに、いや、なんで習いに来たんですかって言われて、でも上手くなりたいから来たんですよみたいな、って言われるってことがね、続いて名古屋でも言われたし、こっちでも言われたし、それはもうここじゃないですか。それかすげえ態度悪かったからこいつやだと思って何これ、習いに来る態度じゃないよみたいな、感じ悪いみたいな、分かんないけど、そういうのではないと思うけど、なんで習いに、どうだろうね、それか、なぜ習いたいかっていう心を試されたかもしれない、確認されたの。あ、どう習ってどうしたいんですかっていうことかもしれないね。どうだろう、でもそれ先生にもなんかどうなんだろうっていう気もするけど、俺の、お師匠、今の先生、師匠というか先生の、ベースの先生、で先生のサポートのライブ、仕事をいただいて参加した時に来てたボーカルの人の先生も来てたの、でそのボーカルの先生は俺が教わってる先生と仲間で、昔からの仲間なんだけど、打ち上げでそのボーカルの先生が言ってたのは、習いに来るっていうことは、何かしら絶対に悩んでいるか目的があると、それをちゃんと見つけて伸ばしてあげるのが先生の仕事だし役目って言ったよね。だからもう担当職人に聞いたのかな、何を直したりか、なんで習いに来たの。そこまで悩んだから別にレッスンに来なくていいじゃんってそれは極端だね。まあでも言われたんだよね。まあでも、なんでどう何を習いたいんですかっていうのはやっぱ聞かれるかもね。俺も聞かれた、すごい。まあだからあんまり行かなくまあ行かないじゃん、そうって言われたらまあね、習わなくなっちゃうじゃん、もったいないな、先生もと思ってさ、ねえ、そうやってね、自分の生徒にしとけばさ、その後デビューするからさ、私、まあ、あの子私の教え子なのとかって言えるじゃん。それは言えるかもでしょ、ねえ、まあいろんな、まあ、いろいろあるね、本当のことはわからないね。確かに、あ、林さんがね、悩みが見えなかったのかって。ああ、なるほど。なるほど、逆になんかすごい脳天気すぎて、なんか、へへ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 へ
あでも俺もね結構その体験レッスンはしごはしてた実は。おお、そうなんだ。確かしたでやっぱ行くと、うん、グループレッスンだったりするんだけど、でグループレッスンのところにポコッと入って弾いたりするともう弾けてるじゃんとかっていうのは言われたりしたけどね。あ、それか、うん、それで言われたのかな、うんうん、ぜひぜひその時はぜひ入学してライブ出てくれとかって言われたけど、おそれ目的違うよって思って、お客さんのね感じ行かなくなっちゃったけど、ね、なるほどねそっかそっか、いろんなね先生もいるね。確かに、うーん、すごいみんながねコメントいっぱいくれてありがとうございます、ね、あ、ボーカルレッスンって何するのってしょうこちゃん、発声もねもちろんします、はい、発声、うんうん、あとあのプルルとかで息の出し方、ああの均一に息を出す練習とかもするし、あとピッチ音程ね、はいはい、今ねあのミックスボイスって言って途中で裏声に変わったんだけど、そこであの 音程も変えず、音量も変わらない、いかに滑らかにやるか、そういうね、あの詳しくは個人的に話しましょうか。すごいね、これ話し始めるとね、でもう何気に時間がね、そうだよ番組延長で多分ねてっぺん回るわ、長え12時回っちゃう、でもね、そうだ、そんなことをします。そうね、はい、あと何したかな、うん、体験で、あとはね、あの腹式呼吸の練習とか。腹式呼吸ってさ、うん、どういうことなの？だってさ空気ってさお腹に入んないじゃん、うん、そうそうそう、肺に入るじゃん。そうだね、でもお腹で呼吸するんでしょう。あのね、ここを肺ですね。でここで膨らますか、こっちでって入れるか、あの深くに入れるっていうイメージ。あー、肺の深くに、そう、肺をこうやって膨らますんじゃなくて、あのこういう風に膨らますイメージ。おー、わかった、腹式呼吸、うん、簡単でしょ、簡単でしょ、超簡単なの腹式呼吸。そう、でも私なんか元からねできてたっぽくて、その体験の時に、あ、もうさらっと飛ばされた、あ、オッケーっすねみたいな。なんか子供の腹式呼吸って言うよ。ああ、そうだね、うんうん、聞いたことある、うん、いつ変わるんだろうね教式にね。うーん、謎です。そうね、そんなことをやりますレッスンでは、うん、ねえ、すごい。腹式呼吸はお腹にある横隔膜を使うんだよね林さん。そう、なんかね横隔膜を下げて吸うみたいなイメージらしいよ。そうそう、だからあのここが膨らむんだよねお腹。そう、これがねできるとすごいな。普通にねロングトーン、ロングと長く息が出せるっていうか、そういう意味があるのかな、よくわからないけど、うんうん、息を吸うときに肺が膨らんでなければ、肺が膨らむ、ここが膨らまなければ腹式になってるのかな。かな、その辺もね。お、そうそう、シェイド君、はい、この間さ、お花見したでしょ、はい、日曜日に。その時に歌仲間とさ、お花見したじゃん。あ、はいはいはい、はい、でね、質問されたのよ、うん、はい、みゆきちゃんはあんまり大きい声出さないけど、出さなくてもマイクに音がめっちゃ通るねって。おでさ、それ普段のさ私生活も同じで、はい、ガヤガヤしてる店舗飲食店とかで、はいはい、すいませんとかって言うと一発でみんな気づくんだけど店員さんが確かに。そう、でも他の人が行っても気づかない場所でも私だけ気づかれるのね。ありますね。それなんでって聞かれるんですよ、うん、そう、これもねなぜか口で説明とか資料で説明するようにできたら多分私すごい先生になれる。うん、うん、あのマイクにねとか、はい、あと空気もそうなんだけど響きやすい、はいはい、振動させやすい、うん、出し方があるんだよ。そう、なんかねイメージとしてはあの針に糸を通すイメージ。そう、お声を針、声をあの糸に例えて、うん、もうなんていうだろう、そこにパンって通すみたいな。そう、でもさ逆にさちょっとなんか毛糸のイメージして、うん、でも針には通らないじゃん、うん、そういうこと。わかった。だからね細い声を出すっていうのもちょっと違うんだけど、そう、響きやすい。例えばさオペラ歌手がさグラスを声で割るじゃん、
あー、はい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 。でも普通の人がわーって言ってもふーって言っても割れたいわけじゃん、うん、そういうこと。なるほど、響きやすい出し方があるんだよ。ちょっと勉強してみよう俺も、うん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 、そしたらコーラスにもいけんじゃね。ね、腹式呼吸と、うん、針を通す声の出し方、うん、針を通す、針に糸を通すだ。マイクに声を入れてあげるイメージ。なるほどね、そうね。まあまあ今後ねちょっとその研究していこうかなと思いますよ、うん、あ、しょうこちゃんありがとう。なんかねもう時間だってあと4分だよつって、でそれに対して山田さんがタイムキーパーしょうこちゃんって言ってます。翔子ちゃんいつもマネージメントありがとう、マネージャー Thank you。 でね、林さんが、先日のチェロの滝田さんもマイクに乗りやすい声です。確かにそうかも、うんうん、なんかねハキハキ聞きやすいよね。そう、あっという間に30分過ぎちゃった。なんかバンドの話とかさ音楽の話になるとすぐ30分過ぎるね。バンドの話するとね、ねえ、知恵がねシェード君の周りにハテナがいっぱい飛んでたよだってさっきの歌のね。ね、でもその発声ってさ、うん、アナウンスっていうか発声話し方の練習にもなるよね、うん、そうだね、うん、ちょっとやってみます、うん、はっ。あと滑舌もね、滑舌もねよくないとね、かきくけこ、そう、新春シャンソン賞、新春シャンソン賞新春シャンソン賞、そう、新春シャンソン賞言えてない。隣の客はよくかきくけこだそしてね、ね、うん、そうだね、いっぱいコメントいただいてますけど、ありがとうございます。ありがとうね。またちょっと後でゆっくり読ませていただこうかなと思います。うん。ね、あ、しょうこちゃんがね、おかっぱとシェード君をこれからもよろしくお願いしますって言ってる。ありがとう、Thank you。よろしくお願いします。シェード君、エンディングテーマの曲紹介をお願いします。はい。それでは、聞いてください。唇に歌声を。ブルーな時の合言葉、唇にいつも歌声を、涙がこぼれそうな時も、唇にいつも歌声を。さあみんな今日も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました、最後に聞いてください、唇に歌声を。あんなこと笑い飛ばせばいいさ、唇にいつも
ップしてくれます。ぜひ皆さん見てくださいね。そしてバックナンバーで再放送は YouTube で見てくるよろしくお願いします。岡部美希とシネマズでした。Thank you。 あ、シェイド君の隣に置いてあるしましまなーに次回紹介します。引っ張るで。ね、ありがとうございました。